初めて聞いたよ、こんな遊び部屋がエッチャルシーンにあるのは。とりあえず T シャツピチピチです。僕はこの領域をずっと手をつけずに来たんですけども、なぜかというと、これでしかやったことないですグランツリスト。なるほど。我が家はこれなんですよ。どっちが行きますか。どっちが早く走ります。どっちが早く走ります。走れるわ。本当は僕なんずっと子供とやっててスポーツ系あるじゃないですか、みんなのラップタイム、どうしてもどうしても全然上に行かないわけですね。理由はこれなんじゃないかと思ってなるほどるので、これが不安です。なるほど。じゃあまずじゃあこっちで初めて、はい、ちょっとこれスティアリングポジション大丈夫、今は悪くないでしょ。ダメ、やめて。あ、やっぱ俺下手なのかな。ハンドルだ、コントローラーのせいじゃないのかな。来てます。ほらほら、見て見て、こっちだよ。やっぱりすごい、こっちなのよ。コントローラーこんなに回してなかなかいない。この右手のこのスロットワークを見てほしいんですよ。大丈夫です、撮ってます今。背の足じゃない、パク指になってる。もう行け、行け、残れ。おー、残った。よし、子供たち自分を与えるね、コントローラーで。ほら、来い。ちょっとプラスになっちゃった。ここのブレーキで取り返す。そういうこと言うと止まる。でも今ちょっと立ち上がり頑張ったから。ちょっと良かったです。いけない、ここでこのタイム差だと次がまたビビリミッター入っちゃうよ。これ4速キープね、4速キープからの。下のラップタイム見る余裕ない。どう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 、いいっす、ほーら盛り返した、盛り返した。これでさ、これで野尻の記録超えたらどうなるの。盛り上がります。おーすごい、いた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 。ここをこの辺あーとか言わない、まだあーあ、こんばんち、あ、やめてやめてやめて。お、刻んだ刻んだ刻んだ。すごいすごい。見て、こんな1秒以内にまとめてくるんですよ、これで。すごい、君のこれで挑戦だ。
次は牧野くん。挑戦待ってます。